こんばんは、入山明子です。3月30日火曜日、入山明子のつれづれ日記。今日は大事な今後の仕事にも関わる打ち合わせのために東京に行って、無事に今2つの案件を終えたところです。桜の花も満開を過ぎ、ハラハラと少しずつ風に散ってきている様子が、今の自分の心境と重なるようで、夜桜を見ながら遊歩道を少し歩いてみました。今日は竜のシャツと蝶のアクセサリーで、一歩ずつ一歩ずつ前を向いてしっかりと歩けるように、今日はとても有意義な時間を過ごさせていただきました。自分の目の前にはこれまで教わったいくつかの方法、迷った時には自分の直感を信じろという社長の言葉が胸の中と頭の中とぐるぐる回っています。行くべき道は一つ、この道以外にない、そこに行くためにはいくつかの方法があります。中でも自分が思った直感で感じた、そこを信じてひたすらまっすぐに歩いてみたいと思います。今日もおつらい気持ちを電話でお聞きした方もいらっしゃいます。いろんな状況下で辛くて苦しい方、まだまだたくさんいらっしゃると思います。ぜひ、辛いこと苦しいことは何もできませんが、お話ししていただいて、その気持ちを半分に、そして幸せなこと楽しいこともみんなで共有して倍に、これからも皆様と共にいつか笑顔の花が咲くようにしっかりと歌い続けてまいります。それではまた明日、おやすみなさい。